叫んでんだ。前回はなんか森が焼かれたとこで終わったよね。火事だよ火事、え、火事だよ火事だよ、火事も火事火事って4回言っちゃったよ。テリの森の方がボーボーメラメラ燃えてるんだよ。えらいなんか独特な言い回しをするね。お、エイデン、やっぱエイデンはその一人実家にいるんだな。実家じゃない、エイデンにとっては実家じゃないか。エイデンの家にいるんだな。一休みできるベッド一休みしますか。できるの、おできるじゃん要は HP 回復みたいなことなんだろうけど、そんなのんきなことで大丈夫、すっかり元気になった。いいんかそれで。エイデンさん、なかなかの男前だが、今はそれどころではない。お前寝てたけどな睡眠の方が大事ってね。うわめっちゃノックするじゃん。早くしないと大変なんだよエイデン。森だよ森だよ、森森森森が燃えてるんだよ。森も火事も俺は何か言ったらいいんだ。たく、なんだってこの平和な竜巻村で鍵なんかかけちゃってるんだよなるほどね、そういう文化なのね、この家は、この村は。この村の中でもエイデンチはそういう文化。あ、ドアノブがだからって壊していい理由にはならないんだよトマスさん。なんでこんな大変な時に取れちゃうかな強く引っ張ったからじゃないか取っ手がどっか行っちゃったよ。犬が反応してる。あ、ドアノブじゃなくてエイデン。ドアノブの心配は今度でいいよ。寝ぼけてる場合じゃないぞ。え、なぜ寝てたのがバレたテリの森が大火事なんだよ。犬は気楽でいいね。こんな大変な時にあんたみたいな、向こう水なナイスガイの出番じゃないかうまくおだてられてる気がするけどな。 いえやだよ、行きたくないよそんな、危ない。こうなったら無理やりでも連れて行くしかないからな。え、トマス、俺戦闘始まるのかと思った、びっくりしたわ。無理やり連れてかれちゃうな。俺はあんたの後ろにつくよ。いいじゃないか、俺は後ろにつくのが好きなんだよ。永遠の2番手なのか、それにただの臆病者なのか、後者だろうな。犬小屋に何かを隠している。何、棒切りを手に入れた。これもしかして武器か。おい、エイデン、棒切りは何かあった時の武器になるなちゃんと装備しておいた方がいいよ。ただ持ってるだけじゃキャラメルと同じだもんな。えらく的確なアドバイスをしてくれるね。トマス何も戦わないの、もしかして。ステータスも何もないけど戦わないのかこいつ。くん、やけに騒がしいけど夜は静かにするものだよね。僕はお利口な犬だから静かにしているよ一緒に来てもええんやで。羊たちは落ち着きなく動き回っている。この辺にドアノブ落ちてるかなと思ったけど、そんなことないんだね。ドアノブが外れた、ドアを開けたえらい嫌味っぽく言うな。ちょ寝るわ俺。やばいんじゃないの、すっかり元気になった。すっかり元気になったって文章もトマスが横にいることによって全然違う風に感じちゃうのはニコニコの見すぎだな。なんか誰かしらのプレゼントがあるわ。動物の森みたいだね。箱を開けた。好みパンを手に入れた。おそらく回復アイテムかな、好みパン。え、食べると HP が30。あー、やっぱそうだね。人がいる。あ、頭でかいな。あー、エイデン、リフ、北の空が煙で真っ黒だよ。やっぱ本格的に燃えてるんだな。トマスも焦るぐらいやっぱ燃えてんだな。一応この動画はね、もうじっくりマザー3を楽しみたいからね、うん、街の人とか結構声かけていこうかなと。てテリの火事が森だって。あ、火事が森なのか、それよくあるね。まあ夏は夏いからしゃあないね。違う、カリの手地が森だ合ってる合ってる、お前それで合ってるわ。ちゃんとみんなに言えよ、火事の手りが森だって。森が火事になっちゃったら真心とリカたち帰ってこれなくなっちゃう。そう、それなんだよね。大丈夫、なんか巻き込まれてんじゃないの。うわ、なんか宿宿って書いてある。ゲイっぽい人がいるな。あ、エイデン、あ、エイデン、テリの森が火事だって。その私も手を貸した方がいいかな。勝手にお構いにすると仲間になるのかな。あ、待ってくれ、ほら俺忙しいんだよよろしくないね。勇気が足りない、ブレイブハートが足りないんだよ。そのごめん今日はエイデンに任せるよ。エイデンはでも実際なんか保安官みたいな見た目してるよね、羊飼いだけど。結構街のみんなからは頼りにされてるような、そういうポジションの人なのかな。トマスのバザール、いいものあるよ。これトマスの家じゃん。トマス、お前ここ住んでんのか。今はそれどころではない、トマス横にいるけどな。なんやかんやの理由で使われていない詳しく教えてもらおうか。何お前、泥でも詰められてんの入り口に固められてんのかな。うわっ、なんかモンスターいるぞ、モンスター。あいつ犯人でしょ。ブレンダ、テリの森が火事だってちゃんと言えてる、偉。もし本当ならさっさと逃げないとこの村まで火に包まれちまうよ。
結構隣接してんのかな。エイデンさん、トマスの言うことだから話半分くらいに聞いていた方がいいかもしれないわよ。いや、がっつり煙上がってるんでしょ。ちゃんと聞かないとね。あなたって人は全くサイレンみたいにお騒ぎして、あまりエイデンさんに迷惑かけるんじゃないわよ。でも一大事っぽいからね、全然声かけてくれていいよ。地図好き地図持ちのマップソンに御用といえば地図のことだね。遠慮なく持って行ってくれ。地図好きマップソン、竜巻入りマップを手に入れた。テリの森の奥にある、ライタの小屋が心配だな。そこらにあたりに丸辞書をつけておいた。おお、ありがとう。くれるだけじゃないんだね。早く見に行ってやってくれ。次行く道も示してくれると。おっとっと、地図の見方を教えてなかったな。地図の見るは何というか、右手の人差し指にでかい。オッケーオッケー。 R ボタンってことですね。ぶっちゃけ言えば R ボタン。言っちゃうんだな。あー、いけたいけた。あ、この丸のところはライタの家なんだ。ライタの小屋か。ライタの小屋ってあれかな、前回ムービーで映ってたやつかな。おっちゃん、エイデン君遅かったじゃないか。早いとこ火事の様子を確かめてきて。やっぱエイデン頼りにされ、頼りにされてんのか、これ利用されてんのか。この竜巻村にまで火が回ってしまったら、私の名誉や私の財産、それに私そのものまでがおじゃんになってしまう。逃げろよ。とにかく北に行け。北だよ北。東内山、東西南北の北。なんでこの私にそこまで言わせるかね。チミチミって、なんやかんやりチミっていうキャラ、俺ズーキーパーの延長以来見たわ。延長ぶりだわ。うっ、セーフポイント近。田舎っぺっぽいね。エイデン、このクロスロードを西へ向かって、プレイヤーの祈り場を越えた先にあるテリの森が大火事らしいんだ。すげえありがたいね。もう NPC の鏡だねこいつ。説明っぽくてごめんよ。やっぱ同じこと思ったんか俺。すごいな、ちゃんとマザーの意図を汲み取ってできてるのかな。これはなんか落ちてる。ナッツを手に入れた。このミパンが30回復だから、これ10回復とかじゃね。あ、5回復か。ブツブツ効果もできるこのミ。あ、なるほどね。じゃあ使わずに置いといた方がいいんかな。後々いっぱい集めてなんか武器と交換できますみたいな、ありそうだね。食べられるキノコ20回復と。うっ、なんかおっさんがいる。なんだ、あ、こいつが鐘鳴らしてたんか。ちょっと待って、想像してたのと違った。確かになんか縮尺おかしいなと思ったんだけど、実際おかしかったわ。もう見えねえよここまで来たら顔。ちょうど、おいリーダー、そっから火事は見えるか。おいってば。相変わらず無口なやつだな。突っ込むとこはそこなのか。明らかに生きてる。次元が違うんだけどね。いいんか。チュンチュン、すずめアドバイ、なんだ。ここは変に何かに例えたりせず、ゲーム用語なども混ぜて一気に行きますよ。めたいんだよな、みんな。お、なんだ。炎が迫ってきたもんで、必死に逃げてきたけど、あー、森の中にいたのか。ライタ親方とフエルちゃんがまだ森の中に、あ、やっぱりライタの小屋に行かないとダメなんだ。助けないといけないんだ。お前はぜいぜい、あ、大丈夫かよ。だいぶ、命からがら逃げてきたんだな。ぜいぜい、そこを押さないで。どこ押してんの。ぜいぜい、押さないで。押さないでってば。押すと気分が。なんで押すの。ちょっと待って。誰が悪いの、誰が押してんの。エイデン、エイデンやめてあげて。また押した。そんなに押すと。ウェープウェープ。もしものことがあったら、押したあんたのせいだから。え、嘘でしょ。これなんか伏線になってくんの、もしかして。絶対これこの木に近づかねえわ。なんだこれは。あ、さっき言ってた祈り場ってやつか。あ、カエルがいる。おっちゃんもいるぞ。森と人と動物とワシとが幸福でいられますように。お前、ワシ、ワシは人というくくりに入ってないのか。いいんすかそれで。なんか新しいジャンルなんだね、ワシっていう。部屋とワイシャツと私とワシみたいな。私と私は別ですよっていう。何言ってんだろうね俺は。ヨーネル、オーエイデン、よく来た。森に入る前にはここでお祈りを捧げるのが正しいとワシは思うのだ。うん、森に入りますよみたいな。ドラゴンが、ね、描かれてるのかな。お、なんだ光った。冷静にお答えください。このゲームのプレイヤーであるあなたの名前を教えてください。え？自身の名前を教えてください。ちょっと、なんだこいつ、実況者殺しだな。え、俺本名なんだったかな。清川拓也だったっけな、俺の名前。違ったっけな。ちょ、申し訳ない。さすがに本名きついんで、真心で行かせてもらうわ。何が影響してくんのかな、これ。わかりました、真心さん。あなたの名前は真心で間違いないですか？はーい。合ってまーす。それでは引き続きゲームをお楽しみください。私が3つ数えたら今質問されたことはあなたの記憶から消えるでしょう。3、2、1。もう忘れましたね。いや覚えてるよ、全然覚えてるよ。忘れなさい。えらい強気だな。なんだ、大変な時だから手伝いに来たってのに。
エドが通してくれないんだ。勇敢なやつだな、オリーさん。僕だって役に立てるよ。野獣馬なんかじゃないさ。野獣馬か、本当は。火事はどこだ、燃えてるのか。もう野獣馬じゃないって言った次にこう絵に描いたような野獣馬出てきてびっくりしたわ。森がゴーゴーと燃えてんのか。ちょ。俺も通してくれよ。待って、通れない。ほいと。エイデン、よく来てくれた。森の中でライタとフエルが逃げ遅れてるらしい。野獣馬たちはやっぱ野獣馬認定されてんだな。早く探してきてくれと。オッケー。最初のミッションはライタを助けるとこなんだな。なんだこれ。マイク、ゴホゴホゴホ。だからすごい煙ってんね。おお、わしに似て男前なやつが歩いてくると思ったらエイデンじゃったか。いや、俺もね、なんか男、俺に似た男前がいると思ったんだよね、森の中に。煙がひどくて喉の弱いわしにはここから先は無理じゃ。わしの代わりにこのクッキーを、この対象不潔な、ちょっと待て、あまり美味しくないクッキーを役立ててくれ。なんだろうな、嫌なやつに食べさせるみたいな。役に立ったな。ぜひ役立ってくれ。お前なんかやっぱちょっとあれだな、後ろめたいこと思ってんだな。説明文どうなってんの。ナッツをまぶしたクッキー食べると HP を15回復する。何も言わずにこのクッキーを食べようと思ってるエイデンがすごいわ。屈強だな。そしてまたポーキーのテーマが流れてる。おーおい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 、何これ。やっぱ戦闘か。あ、シンボルエンカウントなんですね、このゲーム。エコウモリさんに行く手を塞がれた。なんとなくそれは知ってたけど。あれ、あ、そうか、やっぱトモスは戦えないのか。なんだ、気合を入れるって。振り回す、力任せ、がっちり固める。がっちり固めるはあれかな、防御アップで力を貯めるが攻撃アップみたいな。振り回す、力任せ、振り回す、やってみる。食らっちゃった。21食らっても死なないってなかなかだね。愛想よく懐いてきた。なんかすごいな、敵の行動パターンがすごいわ。うまくかわした。かわすことなんだ。確かに金とかいるかもしれんから危ないよね。トマスはサイレンを鳴らしている。すごいな、ちゃんと戦闘以外のね、画面以外の出来事も教えてくれるんだな。やっぱ連打難しいな。まあ、これがでも初めての戦闘ってわけか、ちゃんとした。あ、またコウモリいる。やはりリズム感が取れない。リズムが難しいわ。てか結構食らってんね、このゲーム。結構もしかして RPG 的にシビア。毒ヘビに注意、毒消しはどこだったかにあります。俺でも書ける看板だな。何でもどこかしらにあったよって書いちゃえば済むからね。イサクのやつどこに行ってるんだか。イサク、だいぶ田舎っぽい名前だね。ヤギの腕輪をゲットした。これ装備アイテムでしょ。心につけるヤギの腕輪。ちょっと心につけれんの。エシジシみたいなことになる。ディフェンスが3上がる。まあ、防御力アップはありがたいね。結構ダメージ大きいから。で、ここが温泉か。ここで回復していこう。おお、スズメだ。またゆっくり疲れみたいなこと言ってくるのかな。チュンチュン、スズメアドバイス。敵に出会ってもできるだけ戦いにならないようにならないようにって、そういう人いるじゃないですか。ダッシュをうまく使ってひょいひょいって感じで、事流れ主義って言うんですか。難しいこと言うな。あ、これあなたがそうだって言ってるわけじゃないですよ。何かとも逃げてばかりじゃダメで、やるときはやるでないと、後々どうしても戦わないといけないときに経験が足りなくて苦労すると思うんです。ああ、なるほどね。あんま逃げすぎるなよと。地道にレベル上げといた方がいいですよってことなんだな。で、これはなんかじっくり浸かるといいって言ってたね。こう、早、くさっと早風呂じゃダメなんだね。出ようとしたら怒られちゃったよ。トマス、いいんか。火事だぞ。そんなんじゃ温泉効果ゼロだよ、ゼロ。急ぐには5秒が疲れ、ほにゃららら。っていう有名な俳句を知らないのかい。ってことは5秒使うと HP が全開するって、そういうことでいいんかな。え、ちょ、おお!5秒以上結構かかったね。5秒だったんかな。うん、なんだ、どういうグラフィックだ。おお、エイデンか。ごほうごほう。くそ、煙を吸い込んじまった。ライタとフエルの親子がまだ戻ってこないんだ。きっと森の奥の方だと思う。ごほうごほう。俺の心配より早くあの親子を。あ、これ倒れてんのか。一瞬何なのか分かんなかった。あれ後頭部なんだな。嫌なもん見ちまって。おお、がっつり燃えてんね。大丈夫これ。思ったより燃えてんだけど。今アレックの方行ってもしゃあないでしょ。お、ちゃちゃ、この曲いいよね。めっちゃ好き。ポーキーのテーマ。ポーキーって何なんだよ。なんだ、ハエ、ハチ、ハエだな。あれは音的に嫌な音がしてるよ。お、
火炎の中たくましく逃げてったね。鉄でできた箱のようなものが置いてある。中になんか虫を飼っててそれをばらまいてんだな。なんだこれアイテム。さつまいモンスターに出会ってしまった。怖っ。なんかドラクエの出てきそう。目がこっちギョロッと見てるよ。戦わせてもらおう。おお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 これ虫か。さっきの見たこともない虫だ。こいつが火事起こしてんの。てか誰か倒れてるし。あら、こいつがライターか。ライターってなんだろう。結構ご老人子供かと思った。大丈夫かよ。おーよかった、目覚まさないかと思った。レデン、あ、トマスも地畜症候補。こいつらやっつけてもやっつけても出てきてやがるんだ。前に進めやしね。あー、この虫のこと。出てきても出てきても出てくる虫ってやだね。倒しても倒しても出てくる虫。うわ、なんだこいつは。虫なのか。虫だろうな。ごほほ、わからねえ。こいつが森に火をつ、あ、やっぱそうなんだ。なんか火炎放射みたいな、そういう攻撃ができるんだろうね。それよりフエルがまたこの家の中にいるはずなんだ。フエルがまた小屋に。エイデン、フエルを助けに行ってやってよ。俺はライターの面倒見てるから。虫はなんだ、敵として出てくるのか。ライターの角材ってねえだっていうか、エイデン、角材を武器として使うならチャンス。オッケー。さっきも聞いたわ。てか、うまい具合に主人公利用されてんな。ね、トマスなかなか利用してくれるね。なんか囲まれちゃった。ブラックトライアングルに囲まれちゃったわ。ダークトリニティに囲まれちゃった。え、なんだこれ、戦闘？おお、一気に来た。うわ、悪そうな虫だな。どっちかとなんかハエベースな感じなんだな。これ振り回す強くなったんじゃね。火を吹いた。大丈夫。おお、酸化。全然さつまいもの殴りの方が痛いんだけど。どういうこと。さつまいも強すぎない。もしかして振り回すって全体攻撃みたいな、ありえるな。てか死ぬんだけど、リアルに死ぬ。好みパン使うか。30回復だったよね。ここで死ぬ人なかなかいないでしょ。もう一度挑戦しますか。はい、ゲームオーバー。初ゲームオーバー早。エイデン、ごめんね、俺の指導力不足だわ。さつまいもでダメージ食らいすぎた。強っ、振り回す強っ。全体攻撃やっぱ強いね。しかも PP 使わないじゃん。 MP 的なやつでしょこれ。使わないってのが優秀でいいね。え、気を失ったようだ。これどっちに対する。違うよね、ライターに対する発言だよね。よかったよかった。これトマスが気失ってたら俺まあまあびっくりだ。俺も気失うわ。倒れそうになるわ。あー、なんだこれ、セーブなんでもありだな。助けてー。あ、増える。少年だね。リュカと同い年ぐらい。ん？なんだ？動物？なんかいたね、変な。コアラみたいなやつ。体当たりすればなんとか壊せそうだ。なるほどね。体当たりは任せろよ。違う。俺さ、助走をつけようと思っただけで、離れるつもりはなかったんだよ。なんだ？なんかいるぞ。どういうやつなんだこれ。戦闘にならないの。いいやつなのこいつ、もしかして。上にいるんだろうな、ライターが。え階段に行ったら攻撃仕掛けてくるのね。飛びますみたいな、そういうこと。連続攻撃。うわ、痛い。だいぶ痛いね攻撃。一応この一本使っとくか。心配だわ、さっき死んだのもあって結構心配になっちゃってる。心配癖がついてる。二連ちゃんが限界か。すごいな、血で血を争う
戦いになっちゃってるな。なんとか殴り勝てたわ。 HP による暴力で人間というアドバンテージをだいぶ生かして戦ったね。癖のあるチーズを手に入れた。やばそう、こいつから手に入る癖になる癖のあるチーズ。ほんと癖しかなさそう。なんも美味しくねえよみたいな癖あるけど。好き嫌いに差があるチーズ、人によって回復力。面白いね。エイデンはチーズ好きなのかな。いや、オカンのカレーが好きなんだろ。パート1で何回言ったか分かんない、オカンのカレーね。助けようとしたらまたボスとかあんのかな。ん、焼け落ちた柱が行く手を塞いでいる。ダッシュしろってこと。おお、強っ、惚れるわこれ。エイデンさん、うわ、抱きしめてきちゃったよ。保護した、仲間にしたとかじゃないんだね。おお、なになになに、もう増してるんだけど激しさが。大丈夫か。うん、え、いえ、全開的なぺっちゃんこなっちゃう、もしかして。いやー、マジか、間一髪すぎる。エイデンが耐えダークマターを浴びたな。暗黒物質ダークマターを体中に浴びてる。まあ、別名ススとも言うね、確かに。ダークマターのことは、ただし俺はダークマターと呼ばないけどね。すすで真っ黒だけど助かったんだよね。エイデンさんも真っ黒だ、ありがとう。真っ黒なエイデンさん照れるな。本当にありがとう、真っ黒な。2回言わなくても伝わってるんだよ。そうだ、父ちゃんに僕の無事を伝えないと。きっとどこかで僕のことを心配してると思うんだ。心配してるかな、果たして。まあ、でも10、ええ